グビー7人制男子の日本代表選手が選手村で窃盗被害。結婚指輪、ネックレス、現金約3000ユーロ約50万円を盗まれたとして警察に被害届を提出。19日から21日にかけて寝室で窃盗被害に遭ったという。まあそういう国なんだわ。安全が一定保障されてる日本とは全く違う。3連敗でこれって踏んだり蹴ったりやん。ルパン逮捕のために急遽銭形警部を派遣したらしい。結婚してなきゃ指輪取られなかったのにな。選手村なら開催国が保証したりせんの？ラグビー選手が窃盗したのかと思ってドキッとしたわ。選手村でとかスタッフと他国選手両方あり得るし最悪やな。フランス人って癖悪そうだもんな。スリと窃盗を犯罪やと思ってない人が3割くらいおる国やからな。治安悪すぎ、同性民やろ。外国のホテルなんか従業員が窃盗するって聞くし、そんな感じやろ。一生もせずにさらに盗難被害。かわいそうすぎるだろ。カメラとかないのか？ホテル泊まるしかないわ。50万の現金バッグに入れてたのか？アホだな。